こんにちは、翔太です。今回なんですけど、スキピをですね、このキャラクターの性能の確認をしていこうかと思います。ちゃんと UR 戦キャラクターでしたね。結構びっくりしました。5色かなと思っていたんですけど、そこはちゃんと UR 戦キャラクターでしたね。で、このキャラクターのですね、まず性能を見ていきましょうか。見た目は結構好きなんですけどね、これでまあ UR 戦、MR アバターになった時に強そうなら結構嬉しいんですけど、まず陽のキャラクターとなっております。で、奥義としては、少数勝ち、降雨、楽器、李牧、スキピオ、周遊と。で、防御力 12%、HP 上限 12% 上がるので、これ結構優秀な奥義ですね。まあ 12% も上がるんで、HP だけでもかなり優秀な奥義かなと思うんですけど、防御力も 12% 上がるっていうところで、まあこの奥義解放される方はですね、一気に強くなれるんじゃないかなと思います。で、スキル見ていきましょうか。あ、筋力ダメージありますね。ただ特殊なパッシブとかはないんで、そんな活躍するのかな。まずはスキル1になります。敵6名に 720% の物理ダメージを与えると。で、毎回攻撃前、敵の残り HP が 50% より高い場合、ダメージが倍になる。あ、範囲攻撃で、なおかつダメージ倍ですね。敵の HP によって、決まってきますので、まあ、MR 化した時の火力はかなり楽しみかと思いますね。で、敵の残り HP が 50% より低い場合は攻撃後 100% の確率に至らないので、敵を流血状態にさせる。あ、ダメージ倍か流血かって感じなんですね。まあ、HP 低い相手には流血にして回復を阻害していくっていう風な感じです。で、すべての攻撃を3ターンの間自身が奮起状態になり、攻撃力が 40% 増加、防御力が 100% 増加と。まあ、奮起の中では強力かなと思うんですけど、自身しか付与することができないので、ちょっと微妙ですね。まあ、奮起水濠になった時に、ここのパーセンテージがどれぐらいあるのかっていうところ、まあ、多分、かぐや姫よりは強い奮起になるんじゃないかと思いますので、まあ、そこでですね、このキャラクターの、進化が発揮されるんじゃないかと思います。続いてですね、スキル2なんですけど、残り HP パーセンテージが最も低い敵を6回攻撃し、毎回500から 1000% の物理ダメージを与える。敵の残り HP パーセンテージが低いほどダメージが高くなる。で、毎回攻撃前、敵が流血状態の場合、これは、スキル1がですね、流血付与っていうのが敵の HP が 50% より低くないとできないので、ちょっとこれは相性的に良くないですね。流血キャラクター他に必要になってくるかと思います。筋力値の5倍分のダメージが加算されちゃうと。ちょっと流血で加算っていう、これ MR 化してもですね、この条件はおそらく残ったままなので、ちょっとこれ残念ですね。すべての攻撃を自身が総ダメージの 25% の HP を回復と、ちょっとあんまり強くなる未来があんまり見えないですね。まあ、奮起生後に入れるけど、まあ、ちょっと微妙だな。パッシブが攻撃力 44%、物理防御貫通900、HP 44%、筋力値レベルかける220、会心値レベルかける240、防御貫通レベルかける10と。まあ、現段階だと、体力、武器かな？武器ちょっと見ときますか。あ、こっちにあるんですね。なんで、まあ、体力と筋力値ですね、のパッシブはあるので、まあ、ちょっと何が来るのかっていうのは、わかんない部分がありますね。新しく追加される分っていうのは。まあ、無難に行くなら、まあ、残ってのも命中値とかですもんね。根気値とか、まあ、そういったところになるかと思いますね。まあ、特殊なものが7につい、次、パッシブ4についてくれたらかなり嬉しいんですけど、ないかなと思います。で、MR 武器が体力レベルかける250、攻撃力 20%、物理防御貫通線、あ、物理防御貫通2つあるんですね。ちょっと枠の無駄遣いですね。で、UR 戦武器が体力値レベルかける220、攻撃力 18%、物理防御貫通900と、まあ、取らなくていいですね。まあ、奥義優秀だと思いますので、まあ、奥義目当てに取る方は取ってください。まあ、ただ、UR 戦キャラクター4体絡む奥義なんで、まあ、取ってる方は、まあ、これらのキャラクター持ってる方は、ぜひぜひ、おすすめする奥義かと思います。まあ、そういった方はですね、まあ、誰にも言われずに取るかと思いますので、基本的にはスルーでいいかなと思います。これで今回の動画を終わりにしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ Twitter のフォロー、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。